買ったバスボムはこれを10個買ってきました。なのでこの中にはプーさんがいるので何個出るかですね。はい、そうですね。そうですね。で、ラインナップは何種類だっけ？6。6ですね。ミッキーとミニーとドナルドとプーさんとサリーとエル。はい、このね、6種類なんですけど、その中で、まあ、リミちゃんが好きなのはね、プーさんなのね。プーさん。だから、プーさんが出るように祈りながらやるんだけど、何個ね、10個チェックを出して何個プーさんなのかという検証したいと思います。ウェイ。ウェイ。でもさ、表紙がさ、色が違うんだよね。ね、見せてください。こうやってに、こっちが肌色、そうそうそう、こっちなんか白っぽいよね。白、ちょっとこう並べて、ほらちょっとね、色が違うんですよ。なね、ね、その色の違いが2種類あって、ちょうどたまたま合法になってんの。合法合法いくよ。いいよ、じゃあ最初5個ね、入れます。1、2、3、4、5。これめっちゃ青になっていく気がする。うん、ウェイウェイちょっと冷めちゃったかな、お湯。いや大丈夫、まだ温かい。まだ37度。マジ？意外と、意外とじわじわじわ。どうかな、途中のシャボン玉って気持ち悪くない？思ってて。みんなめっちゃ触ってるけど。普通触んない？中身全然見えてない。まだまだだね。結構溶けるまで時間かかりそう。でもいつも割ってる、早く見たいから。浮くからいいでしょ。これ割るの好き。リミね、前ね、これね、中身練習したらね、全部一旦お風呂から取ってね、それでね、あれ次の日にまた入れてる。長持ちじゃん。ないかな。まだ来ない。まだプーさん。来た？ミニー。かわいい、かわいい。これ出る前に撮っていいのかな。あー、気をつけて。え、じゃあ今のところミニー、プーさん。はい、ミニー。ドナルド。お、出た。あ、サリー。サリー。乗せてください。はい。はい。じゃあミニー。
願いします。100分行けるかな。まだあったかい。まだあったかい。ギリ行けそう。ギリ、okay、わー、またリミの手が多くなっていく。リミの手が多くなっていく。集合体。確かに。ちょっともう冷めてきちゃったからね。リミがずっと使って。そうだね、リミの。サリー一個、プーさん一個、グリーンメン、エリア。3個、ミニー4個、ミッキーとドナルドが0です。イエーイ。全種類、10個もあったのに全種類揃いませんでした。で、一応ね、プーさんは2つ、ね、はい。何が飲めてる？これプーさん出なかったらどうしようかと思って。本当に。まるで誰かが描いたみたい。なんか違う。